お口の健康広場デンタルパークのコーナーです。お相手の松原恵美です。このコーナーでは広島市歯科医師会の歯科医師の先生にお口の健康に対する様々なアドバイスをいただいています。今回は広島市歯科医師会専務理事の森本真紀先生と理事の小島正徳先生にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回は番組宛に届いた歯に関するご質問に森本先生にお答えいただきます、はい、では最初の質問、30代女性のラジオネームフッチーマーボさんからいただきました。ある時期から顎の関節が痛く大きく口を開けることができません。このような場合の歯科医師、歯医者さんの選び方を教えてくださいということです。はい、そうですね、まあ、いわゆるこれは顎関節症と呼ばれるものだろうと思うんですよね。で、顎関節症っていうのは、まあ、痛みがあるっていうことなんですけども、まあ、顎関節、あの顎の関節ですね、それと、まあ、周りの筋肉に痛みが出る両方あるんですよね。原因が2つ違うんですか？そうなんです、まあ、両方とも痛みが出てる方もいらっしゃるんですけどね。で、まあ、あと口が開かないということなので、まあ、口が開かない原因としたらその顎関節症の中の、まあ、関節なんですけども、その中にクッション、関節円盤と呼ばれるクッションがあるんですよ。骨と骨が当たらないようにこう当たらない役目をしてるんですけども、それがずれてしまうと口が開きにくくなったり骨同士が擦れて痛みが出たりするんですよね。これ物を食べたりとかもすごく痛かったり大変なんですか？で、そうなんですよ。その痛い時にあんまり無理をしてあんま大きい口を開けたりとか硬いもの噛んだりとかはしない方がいいと言われてますね。はい。で、どういうふうにその歯医者さんを選んだらいいんでしょうか？まあ、これはですね、歯科を標榜してあるところであればほとんどの歯医者さんが見ていただけると思いますが、あ、まあ、一応その、はい、電話して自分の症状をお伝えして、で予約を取るなり LINE される方がスムーズにいくのかなと思いますね。なんとなくこう口腔外科とかね、大げさな感じになってそちらに行った方がいいのかなとか思ったりしたんですけれども、まずはもうその一般の歯医者さんで行ってみてもらうのがいいと思いますね。で、特にこの顎関節症のその原因ですよね、一番今多いのがその歯列接触癖っていう癖がある方が顎関節症になるケースが多いんですよ。それ顎のなんか歯の癖があるんですか？そうそうそう。例えばテレビ見てる時でも、携帯触ってる時でも、自分の歯と歯、上の歯と下の歯が当たってる方、ずっと当たってる方っていうのがいらっしゃるんですよ。奥歯とかが当たっている、いやいや、どこの歯でも、どこの歯も、そうそう、当たってるかどうか、で、まあ、もちろん食事をしたりとか、スポーツをする時に人間って歯は必ず当たりますよね。じゃないと物食べれないですからね。でもそうじゃない時、力入れなくてもいい時もずっと歯が当たってる方、こういう方っていうのは非常に顎関節症になりやすいと言われてますね。なんかこうストレスとかあってこう歯を食いしばってしまうっていうのがもうこう慢性的になってしまうんですか？そうですね、ストレスが強い方なんかも食いしばる傾向にあるんで、それもやっぱり顎関節症の原因になると言われてますけど、まあ、ストレスがなくてももう日常的に歯がずっと当たってる方っていうのはその歯列接触癖っていう癖に分類される。癖に分類、だから癖なので直さないといけないんです。自分で注意をして歯と歯が当たらないように、だから唇を閉じて歯と歯が当たらないようにするっていうのが非常に大事になってきますね。癖って無意識ですからね、本当に直そうと思わない限り直らないですよね。そうなんです。だからそれって誰も教えてくれないことなので。本当ですね。初めて聞いた、そんな癖があるなんて。そう、うちの患者さんとかにもその話をすると、いやいや先生、みんな歯は当たっとるっていう、こう言い張ってる方もおってるんですけど言い張ってる、そうそう、初めて聞いたとかそういう方がいらっしゃるので、結構そのやっぱりコロナでマスクをしててずっと食いしばってた方が多いので、最近特にその歯列接触癖の患者さんは見ますね。これ年代とか関係ないんですか？まあ、関係があんまりないですね。男女差とか年齢差とかも別に、男女差もあんまり、本当に癖なんですね。癖ですね。で、ひどい人はもう本当にほっぺたとかに跡が出るぐらい、ベロとかほっぺたにすごい跡がついてるんですよ。だから僕らが口の中見るとすぐ分かるんですよね、その癖がある患者さんっていうのは。いやー、ちょっと皆さんもね、今ラジオを聞きの皆さんも歯と歯が当たってないかどうか、普段食べてる時以外は当たらないのが正常だということでね、気をつけてみてもらったらいいかと思いますね。わかりました。では
2つ目の質問です。20代女性、ラジオネームハリソン・フォード・ギボンヌさんからいただきました。歯にはいつも気をつけているのですが、定期検診、歯の掃除などのベストな頻度を教えてください。これ私も知りたいですね。ああ、そうですね。どれぐらいの期間で行きたいんですか。そうですね、皆さん興味があるところだと思うんですけども、まあ、これははっきり言えば人それぞれというところだと思うんですよね。あ、そうなんですか。まあ、定期検診で何を見るかって言ったら、歯周病が進行してるかとか、虫歯になってる方だと思うんですよね。で、人によって虫歯になりやすかったりとか、歯周病になりやすかったり、人によってそれぞれなので。そっか。そうなんですよ。人によってやっぱりその期間っていうのは違うと思うんだけども、よくあるのが一番怖いのが、虫歯になりにくい人っていうのは、あんまり歯医者さんに来ないんですよね。で、気づいた時には歯周病がひどく進んでるっていうことがあるんですよ。で、例えば虫歯とかだったらある程度進めば痛くなるんですよ。しみるとかズキズキするんで、やっぱり歯医者さんに来るんですよね。でも歯周病っていうのはあんまり正直痛くないんですよ、その進行しても。で、痛くなる時っていうのはもう結構進行してしまって、歯がグラグラして痛みが出てるので結構末期症状というか。そうなんですよ、気をつけなきゃ。そうそう、だから一番怖いのは虫歯で来られる方はその都度、あ、歯石もついてるし歯周病が進行してるから掃除しましょうねって言って、歯周病の治療もするんですけども、虫歯がなくて歯医者に来ない方なんかはよく注意した方がいいのかなと思いますけどね。年に1回ぐらいは行った方がいいですかね、そういう方でも。でも基本的にはおすすめはやっぱり3ヶ月に1回なんですよ。あ、結構短い間隔。で、あ、それぐらいですか。そうそう。で、その虫歯になりにくいとか歯周病になりにくい方なんかは半年とか1年とかでもいいと思いますね。その期間に関しては歯医者さんが大体半年の方がいいですよとか1年でいいと思いますよとか3ヶ月の方がいいですよって教えてくれると思いますので。あ、なるほど。そうそう、かかりつけの歯医者さんに聞いてみちゃったら一番いいのかなと思います。それが一番いいですね。わ、はい、かりました。今回も、ね、リスナーの皆さんからのご質問にお答えいただきました。では最後は森本先生のリクエスト曲でお別れとなります。先生、どんな曲でしょうか。はい、バウンディの怪獣の花歌という歌にしました。どうしよう、この曲を。そうで、最近その我が家で子供と奥さんがずっとこれを歌っていてで、何の歌教えてって言ったら怪獣の歌って言って、え、怪獣の歌なんだろうと思って調べたら、この怪獣の花歌っていう歌で、でも聞いてみるとすごくいい曲なんですよ。で、結構明るい曲なんですけども、歌詞が結構深くて、あら、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、なんかこう、はかないっていうんですかね、尊い、今で言う尊いっていうんですかね、そういう歌なので、ぜひちょっと歌詞にも気をつけて、皆さん聞いてみてもらったら嬉しいなと思いますけど、ね。わかりました。はい、今回は様々な歯に関するご質問についてお答えいただきました。ご出演は広島市歯科医師会専務理事の森本真紀先生と理事の小島翔徳先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お口の健康広場デンタルパーク、お相手は松原恵美でした。